皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。突然ですけれども皆様、スキンケアはしておりますでしょうか？男性の皆様、スキンケアそんなもん別に男だからしなくてもよくねと思ってらっしゃる方少なからずいらっしゃると思うんですよ。2021年、もうフェイスケア、スキンケアはですね、もう女性のものだけではございません。女性だけのものではございません。やっぱり男の子、男性の方もですね、ぜひやっていただきたいと思うわけでございますよ。なんで今回の動画はこちら、パナソニックのスチーマーを皆様におすすめさせていただこうかと思います。パナソニックのスチーマーマジで買ってみてくれ。今までこうシャンプーバーっとしたついでにこの顔洗って全然何も化粧水とか乳液とかつけてないよという方、まあ少なからずいらっしゃると思うんです。もうそんなあなたにこそね、ぜひやってみてほしい。もう毎日毎日このスチーマーをして、この1週間、2週間、3週間、そして1ヶ月とか使ってごらんなさいよ。そうするともうね、肌のね、この汚れとか、その毛穴のこの角質とかね、だんだんこの取れてきて、肌のトーンがね、明るくなるんですよね。肌色が良くなるんですよ。で、この周りの友達とかさ、同僚とかさ、先輩とか後輩とかにさ、あれなんか最近ちょっと肌綺麗じゃねえみたいな感じに思われるから、言われるから。言われなかったとしてもみんな心の中で、あれあの人なんか最近肌綺麗じゃねえ、どうしたんだろう、恋でもしてんのかなみたいな感じに噂されるから、もうそのぐらいね、もう劇的な変化があるわけでございますよ。もうぜひやってみてほしい。このね、毛穴がこう開いて、この中に入ってるこの黒ずみみたいなのがですね、そういうのがポツ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 取れていくんだ。もう顔のこのね、ちょっとしたこの黒いのいろいろあるじゃない。もうそういったものがね、どんどんね、薄くなっていくんですよ。そりゃもうそんなのなくなったらね、もう肌が綺麗になりますよ。もう肌のトーンも上がりますよ。で、女性の方もね、もちろんおすすめでございます。お化粧をする前に、ファンデーションする前に、ベースを塗る前に一回このスチーマーでですね、この保湿をしてからお化粧してみてください。ファンデーション、ベースのノリが全然違うから。で、お化粧をして外に出てお家に帰ってクレンジング落とす前、これをね、クレンジング機能あるからね、これはね、ぜひやってからね、クレンジングしてみてほしい。そうするとね、もうスル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 ですよ、化粧が。スルスル落ちるから。もうそこ、今まで何だったのってぐらい、もうめちゃめちゃ綺麗に落ちます。で、男性の方、このカミソリとかでそのシェービングしてる人、髭を剃ってる人いらっしゃると思うんですけども、これをした後に髭を剃ってみてください。バッチリ、毛穴が開いて、髭が柔らかくなってる状態で剃るとね、シェービングもめちゃめちゃスムーズで、すごい深剃りできるし、肌も痛めないし、めちゃめちゃこうね、ツヤツヤもちもち、カサカサなんてもうさらばでございますよ。そんな感じのね、もう最高のシェービングを手に入れることができるから、男性も女性もまずやってみてほしい。で、もしね、そのご家族でさ、住んでらっしゃる方いらっしゃったら、奥さんとさ、一緒に使ったりとか、彼女さんと一緒に使ったりとかさ、娘さんとね、息子さんと一緒に使ってみてくださいよ。毎日毎日こうね、スチーマー浴びてね、生活すれば、もうほんとみんながもうもっちもちですよ。みんな肌がもっちもち。あそこの家庭はいつも肌もちもちしてるねみたいな感じで、もうもちもち系になるから、もちもち系になるから。もうもちこさんですよ。もちおさんですよ。今日からあなたはもちおさんです。もうそのぐらいのレベルでもうもちもちになれるから。もう騙されたと思って一回やってみてほしい。もう騙されたと思って。で、ちょっとね、パッと聞くとね、値段ね、高いからね、あーってね、思うかもわかんないんだけども、壊れるまで半永久的に毎日毎日使えるわけでございますよ。こんな家族とシェアしてさ、毎日毎日使ってごらんなさいよ。費用対効果としては抜群に最高だから、もう騙されたと思って、概要欄の方から Amazon リンクをポチッとやって、ぜひ買ってみてほしい。このね、スチーマーね、いっぱい種類があるんだ。パナソニックスチーマーで調べるとね、いろんな機種があるの。で、このパナソニックさんのね、ちょっとね、悪いとこなんだけどね、マイナーチェンジ、モデルチェンジしすぎなんだ。だからね、そのアマゾンとかでね、スチーマーとかパナソニックで説明、検索すると、めっためたいっぱい出てくるの。だもうどれを選んだりかわかんねえってなると思うんだけども、これだけ覚えておいて。SA なんちゃらなんちゃら、SA なんちゃらなんちゃらって感じで、SA なんちゃらっていう型番なんだけども、SA3 と SA9、SA9 と SA0 があるんですよ。SA9、この9、9、これが一番おすすめ。SA3 はね、ちょっとね、ちっちゃくて安くてコンパクトで持ち運びもできるし、っていい感じなんだけれども、冷たいミストが出てこないのと、吹き出しがね、1個しかないからね、このね、スチーム量が足んないんですよ。で、その中でいくとすると、この下の方がいいかなと思うんだけども、3がコンパクトサイズ。で、9がこれ。で、0ってのはあるんだけども、SA0。SA0 はね、高い。言ってること違えじゃねえかって話だけども。SA0 はね、ちょっとそこまでいかなくていいと思います。あれ5万4000とかするから、そこまでいかなくていいと思います。この SA9 シリーズね、全然こと足ります。で、僕が使ってるのはこの SA99 なんだけども、まあ調べてみていただければわかると思うんですが、もう製品終了してて廃盤です。なんでその代わり、また別をね、SA9 なんちゃらかんちゃらがあるから、SA9 シリーズを、ぜひ狙って、
買ってみてほしい。でこのスチームをねもう毎日毎日浴びてみてほしいです。そうするともうね人生変わるから、マジで人生変わるから。ちょっとねもうもし男性の方でさ、ご結婚とかされてたらさ、ちょっと買ってもう奥さんとかにちょっとね使わせてあげてください。そうするとねもうめちゃめちゃ喜ぶから、彼女さんとかね娘さんとかもう女性の方に使わせてあげてください。めちゃめちゃ喜ぶから、もうこのスチームめちゃくちゃいいじゃんみたいな感じで、うわーすげえ、もうめちゃめちゃいい、いいもん買い物してくれたね、うわーみたいな感じになるから、騙されたと思って本当ね買ってみてほしい。3万円4万円してしまうけれども、まあ長い目で見れば安いもんでございますわ。これは毎日毎日やってればね、その肌がもちもち、もうもちおさんですよ、もちおさん、そんな日々が手に入れられるんで、ぜひ試してみてほしい。人生変わるから。でメーカーさんのホームページによると、このねちょっと刺激が強いから週に2回3回から、様子を見てくださいってあるんだけども、もう基本的に僕はね男性だったらね普通にも毎日毎日使っていいと思います。毎日使っていく中でなんかこう肌が痒くなってきたとかさ、なんか赤みが取れないとかそういうのが出てきたら、ちょっとね一旦ペースダウンすればいいだけであって、もう買ったらねもう毎日毎日浴びてくださいませ。12、3分なんだけどね、この基本的なこのクリア肌モードで十分で、これ今冷たいミストが出てるんですよ。この冷たいミストがね最高なの。これ SA3 シリーズだとこの冷たいミストないんですよ。冷たいミストないので、このあったかいのをこの浴びるとさ、毛穴が開くじゃない。で毛穴が開いて汚れが取れたりとか余分な油皮脂が取れたりとかするんだけども、開けっぱなしだと毛穴がねその開いちゃったりとかするし、その中にこうまた汚れとかが入ってしまうから、こうね冷やしてね毛穴を締めることがすごく大事なんですよ。なんでこのね温めて冷やして温めて冷やしてっていうこのコンビネーション、これが SA9 シリーズの最高なところなんだ。もちろんこの SA0 シリーズもあるんだけども、 SA0 は最近の新しい機種で、なんか化粧水のね、ミストができるうんたらかんたらって感じなんですけれども、まあ化粧水は別にしなくてもいいんじゃないかっていうふうに思います。まあもし予算に余裕があれば SA0 シリーズも検討してみてください。でこのねスチーマーわーっとこうね浴び続けるわけだけども、そんな毎日毎日浴びるのちょっとめんどくせえじゃんって思うかもわからないけども、別にこうね全然いいんすよ。だってこれね、お水入れてポチってやればさ、もうね勝手にやってくれるからさ、もうこのままスマートフォンでこうねゲームやったりとか YouTube 見たりとかさ、なんかパソコンでゲームやったりとかさ PS4 やったりとかしたしさ、もうこうねポチってやればね、もうこんな感じでずっとやってるからさ、もう喋ってればいいし、なんかこうね遊んでればいいし、まあギターはちょっとね練習するとちょっとあれが湿気がねいっちゃうかもしれないから、ちょっとギターの練習はね少し考えもんかなって感じだけども、ねえもうこんなんでもうほっときゃいいんですよ。そうすればもう勝手にもうすごいいい感じにもう僕の肌を今ね癒してくれてるから。でこれね目とかね意外とこうね温まるとね気持ちいいんですよ。この目でこのね顎とかさ、なんかこういうところとか、ほら最近も寒いじゃん。でこの寒い外から帰ってきてさ、この蒸気をですね、あったかいんですけど、あったかいんですけど、この熱々の蒸気をね目元とかさ、このほっぺたとかに浴びるとさ、そうこの癒されるんだよね。癒し効果抜群ですよ。うわー血流良くなってるーっつって、うわー血流すげーっつって、うわーヘモグロビンが半端ねーみたいな感じで、でこんな感じで12、3分かな、浴びた後に、ちゃんとしっかりと冷たい水でこうバシャバシャと、顔を浴びて浴びさせて毛穴を引き締めて、でその後に化粧水と乳液、ぶっちゃけマジで初日から違いを実感すると思います。マジで初日で違いを実感すると思います。初めて使ったその日から、えなんかすげえめっちゃ肌しっとりしてんだけどみたいな感じで絶対なるから、えこれマジで、えこんなんやったら、え毎日やったら俺やばくねみたいな感じになるから、でこう1週間2週間3週間続けて1ヶ月もすれば、もう学校の友達とかさ、もう先輩とかからさ、なんかあいつ最近なんかかっこよくねみたいな感じに絶対なるから、もうシェービングでこのダメージ与えないからさ、もうほんとね肌もすごくいいコンディション保てるんですよ。まあやっぱこうね、その電動シェーバーとかさ使っててもさ、やっぱりこう肌にダメージってあるんですよね、どうしても。けどこれでねこうしっかりとね毛穴を開いて髭を柔らかくしてシェービングすれば、もう最高の状態でコンディション整えることができると、そんな感じでございますよ。ぜひパナソニックのスチーマーゲットしていただけたら幸いでございます。 SA3、SA9、SA0 っていうシリーズがあるけども、 SA9 シリーズで、ぜひトライをしてみてくださいませ。お、またこの冷たいミストが来ますよ。でブイーンっていう時にさ、ブワーってくるんだ。こんな感じでございます。で僕のおすすめとしてはこのね SA9 シリーズ、なんかこうねここにその蓋みたいなのがあるんだけど、蓋はねあの速攻取りました。速攻取ってしまいました。でこのねミストを毎日毎日浴びてやってみてくださいませ。費用対効果抜群ですよ。1日100円とかでさ、もう1年使えばさ、もう100円でもうね元取れるわけでございますよ。
2人とか3人とかでさ、シェアすればさ、もっと安いはずで、安いわけでございますわ。ぜひ、チェケラしていただけますと幸いでございます。このパナソニックのスチーマー SA9 シリーズで人生を変えよう。よろしくお願いします。では、グッバイ。